山本草太が ST 首位、自己ベスト更新の高得点。宇野昌磨は転倒し2位、友野一希4位。フィギュアスケートのグランプリ GT シリーズ第5戦、 NHK 杯は18日、札幌市の真駒内積水ハイムアイスアリーナで開幕した。日本勢は全4種目に出場。注目、有力選手が目白押しの大会だ。男子ショートプログラム ST は、今季のフランス杯で自己最高の2位に入った山本草太、中京大が96.49点。自己ベストを3.68点も更新する高得点をマークし、首位に立った。中継局のインタビューで山本は、点数はすごく嬉しく思う。明日に向けて今日のことは忘れて切り替えてやっていきたい、と話した。世界王者で大会連覇を狙う宇野昌磨、トヨタ自動車はコンビネーションジャンプで転倒し、91.66点で2位。友野一希は85.07点で4位だった。ペア ST では、スケートカナダで日本勢初の GP 優勝を果たした三浦璃来、木原龍一組、木下久が、自己ベストを3.80点も上回る78.25点をマーク。歴代5位の高得点で、2位23.63点の大差をつけて首位発進した。すべての要素で加点を引き出す完璧な演技、璃来龍の2人から笑顔が弾けた。女子 ST は、坂本花織、シスメックスが68.07点で2位。今季から GP に参戦する19歳の住吉りおん、オリエンタルバイオが自己ベストを4点近く上回る68.1点で3位につけた。ジャンプにミスが相次いで得点が伸びなかった坂本は、不甲斐ないがこれが現状。大崩れしなくてなんとか全部耐えた。次につながるギリギリのラインだった、と振り返った。首位は19歳のキンゲーリン、韓国で、坂本とは4.15点差。GT デビュー戦のスケートカナダで優勝した20歳の渡辺倫果、高台はトリプルアクセル、3回転半ジャンプで転倒するなどし、58.36点で9位だった。アイスダンスの前半リズムダンス、RD では、村元香奈、高橋大輔組、韓大区が75.10点をマークし、5位だった。10月に国際大会初優勝を飾った、カナダイは、演技開始からキレのあるダンスで会場を魅了し、演技直後にはスタンディングオベーションを浴びた。村元は、冒頭のコレオステップこそが見せ場だと思っていた。最初から踊りまくりたいという思いで滑った、と納得の表情。高橋は、自分の中で 100% の状態ではなかったが、集中して演技ができたことは良かった、と話した。小松原美里、小松原村組、倉敷区は66.65点で8位だった。山本草太今季 ST 世界最高で首位発進、目標の100点までもう少し。フィギュアスケート NHK 杯18日、真駒内積水ハイムアイスアリーナ。男子ショートプログラム ST が行われた。今月上旬の GP シリーズフランス杯2位の山本草太22イコール中京大イコールは今季世界最高となる自己ベストの96.49点をマークした。4回転3回転の連続トーループ、4回転サルコー、トリプルアクセル、3回転半ジャンプをすべて成功した。 ST 曲イエスタディの世界観を静かな表現力で演じ切った。ST は19年以来3年ぶりの更新。3度も手術した右足の古傷とともに戦い続けた自己心に正直嬉しかった。目標の100点までもう少し、と充実の表情で語った。久しぶりに試合前に緊張した、1組の最終滑走も不安だったが、絶対にやるぞと切り替えられた、と山本、朝の練習ではサルコーはパンクしていた、演技直前の6分間でしっかり調整して成功できたのは成長した部分。昨季までの6分間練習では、1回転や2回転の負担をかけないジャンプをこなして試合に臨んでいた。しかし、練習で一発で飛べないと、本番でも飛べないから、と、今季は試合直前に4回転や3回転半を臆せず飛んでいる。昨季から難度を上げても安定感を増した4回転は、一発への集中力を積み重ねた結果だ。今季は GP 初戦のフランス杯で、自身初の表彰台に立った。見えてきた自身初の GP ファイナル進出は、もちろん目標、と言い切る。その上で、考えすぎず、自分がやるべきことを追い求めて、明日もやっていけたらいい、と、足元をしっかりと見据えている。山本草太、96.49点で ST トップ通過。新ルーチンで3年ぶり自己ベスト、安心、ほっとした。
フィギュアスケートグランプリ GP シリーズ第5戦 NHK 杯第1日18日札幌市真駒内積水ハイムアイスアリーナ男子ショートプログラム ST が行われ GP 第3戦フランス大会で2位の山本草太中京大が自己ベストを3年ぶりに更新する96.49点をマークして1位演技後は右拳を握りしめやったーとか嬉しいより安心ほっとしたという気持ちが出てきましたと笑顔で振り返った SP は昨季と同じイエスタデー冒頭に4回転3回転の連続トーループを降りると続く4回転サルコーも着氷最後のトリプルアクセル3回転半ジャンプも決め久しぶりに緊張してしまったグループの最終滑走だったので不安がよぎったけど絶対やるぞと本番前にうまく切り替えられたのは強くなった部分なんじゃないかなと確かな成長を実感したシニア本格参戦から7期目、フランス大会で初めて GP の表彰台に上がった。今季から新たに取り組む試合前の練習でのルーチンが、4回転は一発で飛ぶ。以前は1回転や2回転で軽く鳴らしていたが、体が動ききらないという風に感じた、と、トリプルアクセルも含めて普段の練習から本番と同様の緊張感を持って飛んでいるという。2019年11月以来3年ぶりに自己ベストを更新し、SP では100点台の大台も見えてきた。首位通過で初の GP ファイナル、12月、トリノを目指す19日のフリーに向けて、山本は、ファイナルはもちろん目標にしているけど本当に自分のことしか考えてないので、明日もしっかり、自分のフリーというところを意識しながら頑張っていきたい、と気持ちを切り替えた。リンクサイド、自己新の山本草太、直前の調整で成功。成長した部分、NHK 杯。フィギュアスケートのグランプリ、GP、シリーズ第5戦、NHK 杯が18日、真駒内積水ハイムアイスアリーナで開幕し、男子のショートプログラム、ST、があった。フランス大会2位の山本草太選手、中京大、は、自己ベストを更新する96.49点で首位発進した。演技後の談話は次の通り、朝の公式練習でサルコーをパンクしてしまった。シーズン最初の試合でも公式練習でサルコーを失敗して、本番も失敗してしまうケースがあった。それを思い出して、練習ではダメだったけど本番では絶対に飛べるように、と6分間練習と出番前の数分でしっかり調整して、しっかり成功できた。そこはすごく成長した部分かなと思う。ジャンプでミスがなかった、久しぶりに試合前に緊張していた。滑走順も、第1グループの最終滑走だったので、不安はよぎっていたが、絶対にやるぞ、と本番前に気持ちをうまく切り替えられた。強くなった部分だと思う。演技直後はガッツポーズも出た、やった、とか、嬉しい、ではなく、安心した、ほっとした、という気持ちが出た。フリーの意気込み、今日もノーミス出揃えられたが、ショートのことは忘れて、しっかりとフリーに気持ちを切り替えたい。練習してきたことを出せたらいい、明日も練習があるので、今日みたいにたくさん考えながらやっていけたら。日本開催の NHK 杯、今回もたくさんの方々が会場に来てくださり、テレビやいろんなところから見ていただける試合。応援を受け止めながら僕も良い演技をして、見て良かったなと思ってもらえる演技ができたらと思っていた。考えすぎない安定の山本草太、自然体で新境地フィギュア NHK 杯。フィギュアスケートのグランプリ、GP、シリーズ第5戦、NHK 杯は18日、札幌市の真駒内積水ハイムアイスアリーナで男子ショートプログラム、SP、があり、第3戦フランス大会2位の山本草太選手、中京大は96.49点で首位発進した。2週間前、GP シリーズ6戦目にして初の表彰台に上がったばかりの山本選手、あまり考えすぎずに。まずは自分がやるべきことをやりたいと思う、と、ファイナル進出がちらつく状況でも、気負いのない滑りだった。今季、好調の要因は活動する拠点が定まったことにある。近年は練習拠点が変わることが多く、昨季の開幕前まではメインコーチ不在という状況もあった。現在は、浅田真央さんや宇野昌磨選手、トヨタ自動車らを輩出したグランプリ東海で、名将、山田真知子コーチ、79、に指示。腰を据えたことでより集中して己のスケートを磨くことができるようになった。本人も、自分でもすごく良い練習が積めているという実感はある、と手応えを口にする。
SP の使用曲は昨季と変わらないものの、4回転ジャンプの本数はトーループ1本だった昨季から今季はサルコーも加えて2本に。難易度が上がる中でも、練習から綺麗に着氷するシーンが多くなった。一皮むけたようにも思えるが、山本選手はあくまでも自然体だった。今季はもう、何々の試合の前だから、とかはあまり考えず、やることを。